澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、行ってみたいと思います。皆さん、まずですね、ちょっと説問の指示を一読していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、まず空欄 A から行ってみたいと思います。皆さん、空欄 A の直前直後ですね、そのあたりまで読んで、まあ、大体このあたりぐらいまでですかね、このあたりぐらいまで読むといけるかと思います。で、皆さん、選択肢5個ございますが、まずは何を入れるのかですね、検討していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、空欄 A ですが、歴史的ななんとかかんとかが、まあ、恐ろしいものだよという話なんですが、皆さん、このあたりですね、うんたらかんたらと言われているという表現とですね、なんか言い換え可能になる選択肢あるんじゃないですかね。で、皆さん、言われていると言い換え可能なものは皆さん、リファーですよね。皆さん、リファー、言及するということですから、言うというところで皆さん、ちゃんとつながりがありますね。つまり、言い換え可能ということでよろしいかと思います。あとは皆さん、リファーを名詞に直したレファレンスが正解ということでよろしいかと思います。で、もちろんヒントとなった場所はどこですかって言われたら、これですからね。B 動詞の右側ということで、バッチリです。さあ皆さん、次は空欄 B なんですが、私が自分で解いた時にですね、ちょっと空欄 B はなかなか一発で決まらなかったので、先に空欄 C の方に行きましたので、皆さんもちょっと一読していただいてですね、いけたらいけたで OK ですし、ダメそうだったら空欄 C の方ですね、考えていただいてよろしいかと思います。で、皆さん、先にちょっと空欄 C ですね。先に行ってみたいと思いますが、皆さん、空欄 C of the government ということで、政府が何とかかんとかするですね。で、ありがたいことに皆さん、こう、ダッシュがあるので、ダッシュがあるってことは皆さん、その右側に言い換えがあるはずだというサインでございます。で、皆さん、こう、読んでいただけると、皆さん、オーソリティ、当局ですね。それが皆さん、プリベイル、普及するの、まあ、演習は確実にするということです。ということは、政府がどうなるかと言われたら、選べそうですね。で、皆さん、正解は、サバイブでよろしいかと思います。皆さん、生き残ることですよね。ですから、政府が生き残ること、つまり、当局がですね、しっかり普及するのを確実にするということです。ですから、普及してるということは、死にませんよ、存続してますよ、ということなので、政府の生存ということで、言い換えバッチリということでいいかと思います。で、もちろん、サバイブの名詞でございますので、サバイバルが正解ですね。で、皆さん、ヒントとなった場所はどこですかっていうと、皆さん、この点点点のところですが、前置詞の右側ですよね。この辺でよろしいかと思います。さあ、続いて空欄 D でございます。皆さん、これはですね、熟語でいけるかと思いますので、ちょっと皆さん、検討をお願いいたします。で、皆さん、これですね。アット、ワンズ、これですね。ディスポーズの名詞、ディスポーザルということでよろしいかと思います。皆さん、アットワンズディスポーザルで、自由に使えるという熟語ですね。ここでバッチリです。さあ皆さん、最後、空欄 E でございますが、皆さん、残ってる選択肢は、エクスプローとかリクエストのどっちかですからね、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、ヒントですが、おそらくこの文末ではないかなという感じがいたします。prepare just in case ですね。万が一に備えるということです。で、万が一に備えるのは、と言われたら、いけそうですね。
で、皆さん正解はエクスプロードの名詞、エクスプロージョンですよね。皆さん爆発ということでよろしいかと思います。で、もちろん、ニュークリアエクスプロージョン、核爆発ですよね。まあ、もちろん、アンライクリー、可能性はまあ低いんですが、万が一に備えるというところでよろしいかと思います。ですから、ヒントはこのあたりですよね。で、もちろん、B 動詞の右側ということでもよろしいでしょうし、もしくは文末ということで情報構造バッチリです。で、皆さん保留にしていた空欄 B にリクエストですね。これを入れるということでよろしいかと思います。もちろんリクエストのお名詞はリクエストでございますので、このまま回答用紙に書くということでよろしいかと思います。さあ皆さん、小学部お疲れ様でございました。皆さん、小学部ですね、今は空小集問題を扱いましたが、他の皆さん問題ご存じない方いらっしゃるかと思いますが、もう様々な設問形式があるんですね。で、ただ、その設問形式によってですね、解き方を変えてるとですね、これはなかなかやっぱ時間かかってしまうかなという感じがいたしますので、いつもおそらく言ってる方がいいんじゃないかなという感じがするんですね。ですから、皆さん共通点というところで皆さん書いてみましたが、皆さんこれですよね。ですから、結局は皆さん言い換えを探し出すものがですね、一つ解放としての共通点になってくるかと思います。ですから、言い方があると、言い換えを皆さんが成立させることができればですね、それは当たると、正解できるということでございますので、皆さんこれは、常に意識していただけるとよろしいかと思います。で、皆さんもちろんそのヒントとなる場所ですよね。どこから見つけるんですかって言われたら皆さんやっぱり情報構造、文末が非常に多いですね。もしくは前置詞の後ろとか一般動詞の後ろですね。ですから、そういう見るべきところをですね、さらに意識していただけると、合格に近づくかと思いますので、頑張っていただけるとよろしいかと思います。では、明日以降もよろしくお願いします。